この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は哲学者の岸見一郎さんです岸見さんは京都生まれ高校生の頃から哲学を志し京都大学大学院文学研究科に進学します。専門だった西洋個体哲学と並行して 1989年からはアトラー心理学を研究精力的にアトラー心理学や西洋古代哲学の執筆講演活動そして精神科医院などでの多くの青年のカウンセリングを行っていらっしゃいます岸見さんのご著書には「アトラー心理学入門」や「古賀文武さんとの共著」「嫌われる勇気」など多数ありますが。 どの作品も人気を集め次々と電子書籍化や翻訳がされるなど今多くの人たちに読まれていますなぜ今アトラー心理学がそんなに人気なのでしょうかアトラー心理学の第一人者である岸道朗さんを迎えしてその秘密を探ってみたいと思います岸道先生よろしくお願いしますしお願いします 岸見先生は京都大学で京都生まれてこれずっと京都にいらっしゃるってことなんですね京都というともう哲学は非常に伝統があるんですが、うんはい、お専門は西洋古代哲学<れ>特にプラ,トンプラトンが専門ですねプラトンというとですね、はい、一般の,このリスナーの方にはどうお伝えすれば、うん、哲学というのは言葉も概念もギリシャのものです。はい はい、で英語でいう「フィロソフィー」というのは古代ギリシャ語で「フィロソフィー」はい「地を愛する」ということですから哲学を学ぶためにはギリシャから始めないと意味がない <laughs> というようなところからスタートされて <laughs>、ね、はいリスナーの皆さん大丈夫ですか <laughs> ついてきてくださいね今日ね <laughs> そして、えー、1989年頃からってことなんですけど、はい、アドラー心理学を、まあ、研究されてこれアドラーとの出会いっていうのはどのような 子育てですね、はい、子供の保育園の送り迎えを始めた頃に、はい、まあ子供って理想的に従順でであるわけはないでしょう例えば保育園に行く時間になっても動かないし朝起きるの遅いんで、えー、そういう子供とどう関わっていけばいいか悩んでいたい時にアルフレダ・アドラーの心理学に出会ったんです。 あ先生これちょっと大変面白いんですけどプラトンは本当哲学の源流、うん、哲学とは何かということの本質の方ででアドラーはその子育てという本当我々もうリスナーにとっても身近な問題の時に先生にもちょっと切実な問題としてそうですそうですこれでもアドラーとはどのような形で出会われたんですかそれは友人の紹介なんですよね、はい、困ってるようだからこんな本があるけど読まないと教えてくれた友人がいてはい。 それで読んだのがきっかけ改めましてこのアドラーという方はおそらくリスナーの方も名前は聞いたことあると思うんですけどいつぐらいの方でどういうことを ?1870 年生まれのオーストリアの精神科医オーストリア精神科医というとなんかちょっとユンフロイトあの辺りフロイトですね特にそうですねフロイトと一緒に研究をしていましたそこにもユングもいたんですフロイトと同時代もう少し下ですねちょっと下なんだけどじゃあその辺りの方なんですねに学説の違いを理由に だったしていますこれ特にフロントなんですか学学説説ととアドラーのが違っていたですかもはやもう一緒にやっていけないということでまあたもと分かって出ていったっていう人ですね。というまあこれでも本当に三大巨頭の一人というふうに言っていいんでしょうかその方のまあご研究を始めてそしてこのご調査ですよここにもありますけども「嫌われる勇気」これがですね日本だけでこれ <100? S 2> 万で135万部で回ってるわけですけど <laughs>、うんはい、この「嫌われる勇気」が本当に大ベストセラーになりまして、はい、これご自身としてはいかがですか100万部超えるってなかなか大変なことなんですがまあそれまでずっと研究してたのであまりこう注目されてなかったんで、はい、まあ正直すごく驚きですねここまで支持されるとは思ってなかったですね。 先生それで正直あの人生かなり忙しくなってしまったと思うんですけどかす、ね、いかがですかそのアドラーがここまでブームになってしまってるわけですけど、うんうんまあ、たくさんの人に知られることは悪くないですよね、はい、こういう思想を知ってほしいと思って、はい、もともと仕事で研究してたわけですから、はい、これだけの人に知られることがまずありがたいなと思ってますあそれれだけ知らるるる価値があるとあとと思います。 私も拝読して大変あのーうんうん、感銘を受けたんですけど、これもう読んでもらうのが一番いいんですが、すねはい、あまあちょっとリスナーの方にこの嫌われる勇気をここが一番ポイントなんだっていうのとありますか。タイトルに即して言うと、ええ、嫌われなさいという意味ではなくて、はい、嫌われることを恐れるなって意味です。課題の分離という大変印象的な人,人が自分をどう思うかは相手の課題、はい、人の課題で、はい、自分にはどうすることもできない。 だったら人が自分をどう思うかということについては思い煩うことはないっていう話ですこれ先生ね、はい、多くの方はそこにまさに悩んでいらっしゃると思うんですけどす、はい、これ先生ご自身は今おっしゃったことは、うん 何歳くらいで最初からそれできてらっしたんですか。できてないからこういう <laughs> 考え方にずいぶ引かれたわけですよ <laughs>、ね。なるほど。んなん息子に言われたことありますね。そんなに人から嫌われることが怖いのか <laughs>。息子さんに。息子に言われましたね。いつぐらいですか。息子の大学生ぐらいだと思いますよね。ですから息子は僕とは違って人から嫌われることを恐れないんですよね。はい、はいはい、でも僕の様子を見てるとやっぱり人の気持ちまあ配慮してると言えば聞こえいいんですけど、人の顔、はい を伺うとまではいかなくても、ずいぶん気にしているんではないかということを指摘してくれた、はい。これかなり若い方も読む必要がある方多いと思いますけど、あの私もう一つやっぱり非常に大きなポイントだと思いましたのが、例のフロイトのトラウマという考え方ですね。幼少期に例えば親との何かがあるんで、今これができないとか、あの考え方から先生あの。 違うと、うん、あの過去のことに今の問題の原因があるとしたら、はい、過去に戻れないでしょタイムマシンがないから、はい、そうすると決して今の問題は解決しないことになってしまう、はい、だから過去のことを今振り返っても仕方ないということです。 これ例えばじゃあ,あるトラウマがあるので今私はこれができないと言ってる方は考え方変える必要があると思いますねもちろん過去に経験したことが今の自分に影響を与えなかったとは思わないんですけどもこれから何ができるかということだけにいつも注目する意識的にやっていくしかないですねだから可能に来られた人も過去の話されますけどそれはまあ置いといて <laughs> 聞かないんですかこれからどうしますかねっていうことを聞くしかないよね はあ、これあの先生ねあのもっと遡ってしまうと古代ギリシャに至るその目的論という考え方に行き当たるということなんでしょうか、うん。その通りですね。これはどういう人は必ず善を望んでるというのがプラトン以来の哲学の大きな流れがあるんですね。だから誰も不幸になることを望んではいない。ところが不幸になることを望んでないんだけどどうしたら不幸にならないかあるいは幸福になれるかという。 手段についての知識のレベルで間違う,うん、うん、どうしたらという方法のところでつまずいてることが多い樋口なるほどあ、目的についてはまあ皆さん分かってらっしゃる、ね、目指してる方向はみんな一緒です、うん、自分が幸せになるということがもうすべての目的なんですけど、はい、でも中にはちょっとひんでくれた人がいて不幸であることの方がいいと思う人もいるし不正を犯した方が悪いことをした方が自分にとって得だと思ってる人もいる なるほど。先生とこれ全然本のないと関係ないんですけど先生あの声が渋いですねえそうなんですかそんなことあんまり言われたことないです何かやってらっしゃったんですかいや何でもやってないです渋いですよねす先生え、ずっとこういうお声、うん、そうですそうです<ー>、はい、いやもう岸見先生がある意味では新しい心理学を日本でここまで広げたということで、うん、その岸見一郎先生が今いらしていただいてるんですが、うん、岸見先生のこの嫌われる勇気そして電子書籍にもなってるんですが 生きる勇気とは何か人生に悩んだらアドラーを読もうさらにはこの老いた親を愛せますかそれでも介護はやってくるという、はい、これいろんな形でね今、はい、アドラー心理学から学ぶ、うん、これどうしてこの時代に今。 必要とされてるんだと思われますか、うん、人に合わせすぎてきたんでではないか、はあ、いかととうことです、ね、だから例えば空気を生まないといけないということを言われ、はい、自分が言いたいことしたいことを言わずしないで生きてきた人があまりにも、はい、特に若い人は大人から言われたことに「はいはい」と言ってたらもうとんでもないことになるという危機感を持ってるんではないかというふうに思うんですね。ですからそんな当たり前のことかもしれないんですが改めて文字として「自分の人生を生きていいんだよ」って言われた時に。 すそこで勇気をもらうう人が多いいように思いますなるほど先生はあのいろんな方のカウンセリングご相談を受けてると思うんですが、えー、どういう形でいらっしゃる方多いですか先生のところに来るときにですね、うん、どういうタイプの悩みがうん仕事に就いたけれども、はい、なんか続かなくなったとか、えー、別の仕事をしたいという方もおられるし恋愛相談は結構多いですね。これ学校で講義してる時の相談で一番多いのは恋愛相談 そうですかハドラー自身も一番多かったのが恋愛相談だっい、ええ、<laughs> まあだから広い意味で対これはあのちょっと前半でもお話伺ったんですが、ええ、その相手が自分のことを好きになってくれるかどうかどう思うかというそのあたりのことですかそうです,そうです、うん で、そういうのは無理なんだと、ね、<laughs> あなたが相手のこと好きであるのは、あなたが決められる。でも、相手がその、あなたの気持ちに答えてくれるかどうかわからない。というところから、話は始まります。先生、それであの、納得されます。納得してもらいます。<laughs> あ、してもらえる。はい。あ<ー>、うん、先生、の、あの、うん、アドラー心理学の非常に大きな。 大切な概念がこの劣等感だと思うんですがこのあたりちょっと皆さんにお伝え劣等感自体に問題があるわけではなくって、はい、今の状態よりもより優れた状態になりたいと思うために劣等感っていうのはすごく大事なことだと思うんですよね、うん、なるほど。僕は病気にな なんですけども、はい、やっぱり少しでも良くなりたい健康を完全に取り戻せなくてもリハビリをして少しでも良くなりたいと思う、ね、だから今健康でないというのは劣等感なんですけどその劣等感をバネにより健康になりたいより今よりも優れた状態になりたいと思うのは非常に健全なんですただし他の人との競争関係が問題になるとたちまち不健全になるというふうにアは考えてます なるほどあの他人との比較ではなく、うん、自分が向上したり改善するための出発点としては劣等感がいいと、うん、だから自分は英語を話せないという人がいれば勉強すればいいんです <laughs> でもその勉強は別に他者との競争とは関係ないですなるほど非常にじゃ実践的な哲学でもあるとそうです、ね、いうことなんですねです、うん、でアドラシンリーを学んで、まあ、本を読むとねその日のうちから何をしたらいいかということが見えてきますからね <laughs> なるほど <laughs> る。というか見えすぎるかもしれないですね。逃げる余地がない。だから理論的に面白いっていうようなことではなくて、はい、こういうふうに考えてこんなふうに実践すればいいということが非常によく見えてる。で、まあそのあたりは多分人気の秘密だと思いますけどね。もう読んだその日から実践することはできるとで。できるで、はいあの。あのあと私あのこの嫌われる勇気を読んでいて大変あのー、興味深かったのがその踊れと今ここ刹那を大事にしろという、はい。えー この辺りはですね、うん、大変面白かったんですがです、ね、先生から見るといかがですかこの辺りは、うん、だ過去のことを思って人間は後悔するんですうん、うん、あの時こうしたらよかったなと思うんでしょう。で未来を思って不安になるで,でも過去はもう過ぎ去ってしまってもう今どうすることもできない未来はまだ来てないんだったら今日この日を楽しもうではないかで今日という日を今日という日のためだけに使っていける今日という日を今日,今日という日のためだけに使ってい,いけてるうん <で>うでそういうふうに丁寧に毎日を生きていけばまた次の日が来るかもしれないし来ないかもしれないでももし次の日が来たらまた今日という日を丁寧に生きていこうという決心を日々更新して生きていくというのが今ここに生きるということなんです、ね、今のお話がこってますとちょっと実存主義的な感じもしますあと僕なんかですあの読んだの範囲だとニーチェの哲学にもちょっとつながってるような感じしますしアドラーってそういう意味で言うと非常に何か。 思想史的な広がりも、うんでうん。ですから、心理学というよりは哲学。なんだすうと考えてますね。です,ねですから、多分、自己啓発の本などとは随分読まれた時の印象が違うと思う。なんですが、はい、ひょっとしたら、この、うん、嫌われ勇気の、この本を手に捉える方は、ちょっと自己啓発的な期待感もあって、読まれる方が多いと思うんですけども。いかがですかこの実際、130万部、えー、今、 なっってしまった、はい、わけけですけども、はい、著者としての手応えとしてがはい、どういう感想をっていや僕多でこれまでと違う考え方に触れてくださってる人が増えてくることで、はい、やがてアトラー自身が自分が医者になったのは私腹を肥やすためではなくってこの世界を変革したいと思ってのことだって言ってるんですけどんかそういうことを言って でもいいいななってて思えるようすすごく強い手応を感じ始めてます <laughs> あこの世の中をいい方向に変えていくという,う,う、はい、先生は堀田隆文さんだとか、えー、安藤美冬さんのような若者の間で非常に人気のある方々とも対談されてるじゃないですか。 若い読者ってやっぱり多いんじゃないですか。多いです。かなり多いです。先生のところにもいらっしゃるんじゃないですか。そういう方ね。多いですね。<laughs> うすどういうふうに対応されてらっしゃるというか。<笑><笑>さっきもちょっと言いかけたんですけど、ええ、自分の人生を生きればいいので。ええ、もっと言えば、自分の人生には自分で責任を取るしかないんだ。 非常に厳しいいこと言います、まあ、決して耳障りのいいことをおっしゃるというよりは、うん、もうう自分でで責任っていいきなさいとう、うん、そすだから耳障りよくないので、うんまあ、話をした直後はねなんかいい話だったと思う人も、うんうん、その日帰ってからなんかムカムカ腹が立って <laughs> 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 もう二度と行くかみたいなね反発する人も中にはありますね。<laughs> そうです、うん、れは皆さんちょっとこの「嫌われる勇気は尊そこらの自己啓発本とはちょっと、まあ、そういうご利益もありますけど。うん 非常に本格的な本なんてぜひこれ「ダイヤモンド社1,500円」まだまだこれ売れそうですで売れます <laughs> 売れますと本にはおっしゃって <laughs> ということであの、はい、今日はですねこの今のアトラーブームの火付け役というかですねそしてその背後にはプラトンなどの西洋古典哲学の本格的な学問があるという本当に本当に深い先生ですアトラー心理学の第一人者哲学者の岸見一郎先生をお迎えしました岸見先生には来週もまたお話を伺います よろしくお願いします。ありがとうございます。